坂口合名会社は、鳥取県米子市に本社を置く企業である。坂口商店、坂口合名ビル、鳥取県米子市小高町66番地県民の建物100選に指定されている、米子は SP ボール、坂口商店は1894年12月、醤油製造販売、砂糖、宝石と石油販売を目的として、資本金2万円で企業、 翌年から営業を開始した。事務所は鳥取県米子市小高町。その中心業務は醤油の販売で販路の拡大に努力し、1898年頃には鳥取、島根両県下の至るところに販売所が設けられ、遠くは北海道、九州方面へ輸送するに至っている。その醸造醤油はすでに1895年7月。 京都で開かれた第4海内国環業博覧会で有効賞を受賞している。1898年2月からは、同商店の規模を拡大するため酒造業が開始されている。1920年9月10日に現社名の坂口合名会社に変更。事業内容は、林業、土地、建物の管理運営、ボーリング場の経営、製保、損保代理業、 かつては、ゴルフ場、ゴルフ練習場、アイススケートリンクの経営を行っていた、ヨナゴ YSP ボールに関するカテゴリー、ありがとうございます。